この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は、日本時間の17日、本拠地アストロズ戦で34号ソロを放った。2点を追う9回に2戦連発となる豪快弾。早くも昨季の本塁打数に並び、本塁打王争いでもトップを独走中だが、チームはまさかの逆転負け。ネット上からは明日にでも翔平大谷はトレードを要求すべきだと辛辣な意見が寄せられているほど、球界のスーパースター大谷翔平の FA で注目を集めている球団の現状には苦しい状態なのだ。この試合で一つのターニングポイントとなった8回の守護神エステベスの投入とその後の采配。この点についてはネビン監督は試合後に釈明をしていたが、これはネビン氏が自身で考えた采配ではなく、フロントの介入によるものなのだ。かつてはプレーオフ常連の強豪だったエンゼルスが8年以上にわたってその舞台にたどり着けていない根深い理由。このままだと大谷のキャリアを左右することになりかねない事態になりそうだ。前日のサヨナラ劇の再現とはならなかった。エンゼルスは7対3とリードした8回、守護神エステベスをマウンドへ。しかしマコーミックにツーランを浴びて2点差に詰め寄られると、9回にはバリアが登板。1点を失いながらも西までこぎつけたが、グレグマンに左翼席へ逆転ツーランを浴びてしまった。バリアは続くタッカーにも被弾して4失点。大谷がその裏に豪快に34号となる一発を放つも、追いつけなかった。延長戦にもつれ込んだ前日は13対12でサヨナラ勝ち。この試合と同じく大谷が9回に33号ソロを放ち、3点差を追いついての劇的勝利だった。2日連続の奇跡とはならず、大谷の34号は空砲に。この日の試合もブルペンの崩壊が逆転負けを招き、前日のサヨナラ勝ちの勢いは消え失せた。エンゼルスのフィル・ネビン監督は、自分たちのベストの救援投手を相手のベストにぶつけた。だが、うまくいかなかった、と振り返った。連投となったエステベスを2イニング目も行かせるつもりはなかったという。この負けは痛い。痛いよ、と漏らすしかなかった。エステベスは辛い負けだ。でも、野球は失敗のスポーツ。切り替えて明日に備えるしかないんだと声を振り絞った。その上でベンチがエステベスを2イニング目も行かせんかったことについては、仕方がないと話し、首脳陣の決断を尊重する。もちろん、2イニング目も行きたかったが、同時に彼らが自分を故障から守ろうとしていることもわかる、と語るしかなかった。おまけにこの試合の采配にはエンゼルスのミナシアン GM が介入しており、トレーナーのマイク・フロスタットがネビン監督のもとへ近寄り、今ペリーが叫んでいる。カルロスを8回からマウンドに上げろとベンチに交代を要求していることを伝達。先日の試合で見事なパフォーマンスを見せているエステベスを早いうちにマウンドに上げることで、勝利を呼び込もうと考えたミナシアンの判断があったというのだ。エンゼルスのフロントが現場の采配に介入するようになったのは今に始まった話ではない。昨年の6月にエンゼルスの監督を解任されたジョー・マドン氏も自伝の中でフロントが試合中にマドン氏に向けて何度も選手の交代などを命令したという。これは一度ではなく何度も行われており、ミナシアン GM をはじめ、モレノオーナーも現場の状況に口を出してきているという。フィル・ネビン氏も監督という立場ではあるが、実際のところ選手の采配の最終決定権はフロントに握られてしまっているという何とも悲しい状況。それに加えてエンゼルスのマイナー組織は投手陣の枯渇しており、新たに出てくる選手もいない非常に苦しい状況なのだ。これはモレノ氏がもたらした。毎年のように勝負をかけて野手を獲得してきたが、その失敗を繰り返しているからだ。通常プレーオフに進出できない球団は高額契約の主力選手を放出し、見返りにトレードで要望な若手のプロスペクトを取得したり、ドラフトの指名順を上げ将来の有望株を獲得することで翌シーズン以降の再建に動いてる。この戦略で急成長を遂げたのがヒューストン・アストロズ。3年連続100敗から V 字回復を遂げ、優勝請負人のダスティ・ベーカー監督の指導のもと世界一となった。
この事例からプレーオフに出られない球団はタンキングを行って再建を目指すが、さすが8年連続でプレーオフ進出を逃しているエンゼルスのモレノオーナーはなぜか意地を張ってタンキングを行わず、毎年強気の補強を行い、その繰り返しが原因でマイナーはスカスカに。またモレノ氏は野手が大好きなため、勝つためのチーム作りは度外視して自分の好みの若手有望株の野手陣を集めるようになってしまい、その結果投手陣がスカスカに。そんな中でも一人奮闘している大谷翔平、今季31試合目となる本塁打が飛び出た試合におけるエンゼルスの勝敗は19勝12敗。大谷が2本放った3試合は3勝0敗だが、1本だと16勝12敗と勝率は6割に満たず、一発が必ずしも勝利にはつながっていない。エンゼルスもア・リーグ西地区で46勝48敗の4位と低迷している。モレノ氏はプレーオフ争いをしている間は大谷の放出はないと話していたが、ここに来ての大不振に現地メディアはトレードの可能性が高まったなどと報じており、 MLB 公式サイトもエンゼルスが大谷のトレードでの放出をフロントが検討していることを報道している。トレードの期限は日本時間で8月2日。 MLB アナリストの古内義明氏はトレードの可能性は4割くらいあるとした上で、18日のヤンキースとの3連戦中にヤンキースへの電撃移籍もあると思っている、このタイミングでというのがあると驚きの予想をしているが、ここから先の勝率次第では何が起こってもおかしくなさそうだ。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。明後日くらいに大谷さんがヤンキースのユニフォーム着ていてもおかしくない状況になってきましたね。レンジャーズやドジャースかもしれないけれど、それくらいの分岐点になってしまった敗戦だと思います。打撃は上がってきた、しかし投手陣が絶望的すぎる。今日の試合でのアストロズは昨年のように圧倒的な攻撃力と守備力を兼ね備えた強いチームではありませんでした。やはり主力の多くが欠場している影響でしょうか。エンゼルス打線に多く被弾をしていましたし、投手陣も枯渇しているかのように見えました。それでも勝負どころを心得ているのは間違いなく、エンゼルスの投手陣の甘い球を見極めて何度もホームランを決めていました。かつては3年連続で100敗を記録していましたが、再建に成功して世界王者にまでのし上がったチームの力はものすごいです。エンゼルスもアストロズのように要所を見極めて適切なプロセスを踏めば再び強豪になり上がると思いますが、モノレシである限りそれは厳しいかもしれません。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。